にちは、デパカチャンネルです。今日はエルベショプリエのバッグをどれぐらい入るかご紹介したいと思います。いくつか種類と形違いがあるので、まず一番エルベショプリエといえば人気の船型バッグ707という一番定番のタイプですね。これより大きいのもありますし、ちっちゃいのもありますけど、結構街で一番見るかなっていう定番タイプになります。こちらもすごい入りますね。パパッと、まあ、内ポケットが小さいのが1個ついてるだけで、あとはもうオープンっていう感じなので、もうガンガン詰めれるんですけど、中の生地がだいたいこういうきなりというか生地なので、結構エルベショプリエお好きな方ご存知だと思うんですけど、クロード元町さんっていう、こうハンドルカバーとか作ってらっしゃるところの神戸のお店で、エルベショプリエ707用のバックイン巾着、こういう底板もついていてぴったりなんですよ。ここにぴったりなので、この巾着を使い回してます。まあ、これに入れてちょっと防犯的な感じで、なんか私の母世代とかこういうバッグってすごい中が見えるから、なんかハンカチかぶせなさいとかすごい言われるんですけど、ファスナー閉めなさいとか、ファスナーないので、まあ、ちょっとこういう汚れが、内側に汚れが気になる人とか、そういう防犯気になる方はこういうの使われたらいいかなと思います。で、どれぐらい入るかっていうと、おなじみのポーチ、ハンカチ、ティッシュケース、ちょっと今日は大きいポーチ、サングラス、水筒、長財布とかも入れちゃおうか。この辺全部入っちゃう感じですね。ちょっと入れていきます。大きいのが、で、これはちょっと寝かさないと入らない、ちょっと立ってます、出てますので、寝かす、ポーチ、ハンカチ、サングラスやめます。サングラス以外のものを入れて、こんな感じで結構、まあでもサングラスもね、ここにポンって置けば入らないことはないです。なので結構余裕で使いやすいかなと思います。で、内ポケットに鍵とか、いつもパスモの定期入れとか入れたりしてます。で、これのすごいいいところは、これキャンバス地じゃない方のシリーズなんですけれども、これ革って思ってる方が多いみたいですけど、実はゴムコーティングって言って、コーテッドっていうなんかこうゴムのようなものでコーティングされてて、水に濡れても全然大丈夫っていうのと、軽いです。意外に軽いです。まあ、キャンバス地のものよりは、キャンバスじゃない、ナイロンか。ナイロンのものよりは、多少重さあるんですけども、手持ちのタイプってどうしてもすごい重いっていうイメージあるんですけど、割と軽くて、で、汚れても大丈夫。汚れてもっていうか、拭けば水濡れに対して強い。ただ色移りとかはしやすいので、こういう濃いめのお色だったらそうでもないと思うんですけど、こういうなんか、はい、あともう一個ちょっとお伝え忘れてたんですけれども、私がエルベのバッグをしまってる時にやらかしてしまった失敗をお伝えしたいと思います。これすごい大事なことだと思うんですけども、まあ、気にされない方はあれなんですけど、エルベって固めてこうやってしまえるので、どんどん上に他のバッグとかも置いてしまうことがあって、結構一番下のやつとかギュッて潰されるんですね。で、潰される分にはこの辺とか全然まあ、こういう形かなっていう、可愛いので逆に船型が強調されて可愛いかなと思うんですけど、問題はここの内ポケットに入ってるここのスナップ、これが結構外側にあるスナップと同じ種類がしっかりしたものがついてるんですけれども、畳んでしまうとここに、この辺、表面でいうこの辺にこのスナップがあるんですけど、ここがギュッて押されるので、ここが丸く形が残っちゃうことがあります。それが結構取れないので、革じゃないから逆に取れないのかなと思うんですけども、なので、ちょっとそれが嫌な方は、私がよくやってるのは、100円均一で買った、この座布団を、もうバッグの中に入れて、まあ、もうちょっとちっちゃく縫い直したりとかしていいと思うんですけど、薄いものを入れてもらって、で、エルベの保存、これに入れてしまってます。そうすると上に重ねてもボタンの跡が残らないので、しかもちょっとワンクッションあることでバッグがぐちゃってなりにくいので、もうここの肩とかもいい感じでピシッとつきすぎない感じなので、ちょっとこれやっていただいた方がいいかなって。まあ、もちろん単体でポンと置いてる方には関係ない話なんですけども、よろしければこちらもご参考にください。ありがとうございます。人気のイボワールっていう
マスピックとイボワールっていうお湯なんですけど、こちらはすごいちょっと、あ、でもそんなに汚れてない、あの意外に薄い色なのに平気なんですけど、ここのね持ち手の白いところは黄ばんできたりするので、あともう手持ちの部分はもう確実に黒ずむので、このさっき言ったクロード元町さんのハンドルカバーをつけて使用してます。707はこんな感じですね。で、これより一つ小さいタイプで、コーデュラナイロンのタイプがこちらになります。これはもう、本当にもう軽っ軽で、なんか旅行の時とかに、あの、テレビってこう、底を畳むと、本当に型崩れ、どこから見ても綺麗なので、こういう風に持ち歩いてしまう時もこれなんですけど、旅行の時の、なんか朝食とか、パッて行くのとかすごく便利で、よくこのタイプを持ち歩くんですけれども、意外に入るんですよ。長財布も、まあ、そこはちょっと浮いてる感じはしますけど、全然入ります。で、ちょっとしたお化粧直しとか、携帯電話とか、ハンカチティッシュも普通に入るので、それでもちょっと余裕がある感じ。こんな感じで。これのメリットはまあ軽い、で意外にたくさん入る、ちっちゃくて可愛いので、背の低い私のような人でも、あの、その、やぼったく見えないっていうか、ちょっとスマートに見えやすいかなと思うんですけど、あの、このコーデュラナイロンって、やっぱり角が剥げやすい。これはあんまり使ってないから剥げてないんですけど、ここがだいたい剥げてくる。あと、なんか、エルベさんのやつって、ナイロンのやつ、生地がこう、空気、なんか浮いてくる。ポコポコ浮いていく。それは湿気なのかわかんないんですけど、保管状態なのかわからないんですけど、私はまだ一回もなったことないんですけど、なんかこう、メルカリとかで見てると、何人か使われた方とか、ナイロンのやつ生地浮いてくる方多いので、ちょっとそれ当たり外れもあるかもしれないんですけど、ちょっとそっちのデメリットっていうのがあるかなって思います。でも軽くてね、ちっちゃくてすごい使いやすいです。で、軽くてちっちゃくて使いやすいのはこれ、これなんか最近ネットでも販売してるのかな、前は実店舗じゃないと置いてなかったタイプなんですけど、ポシェット、あの2種類あるポシェットのちょっぴり高い方のポシェットですね、言っても2万円ぐらいのやつなんですけど、で、これもコーデュラナイロンと普通のナイロンと2種類あって、コーデュラの方が生地がしっかりしてて、あの、こう、剥げにくいとか言われたので、同じピンクでも2つありました。で、私はこのコーデュラの方にガンガン使っちゃうタイプなので、コーデュラの方にしたんですけれども、すごいしっかりしてて、中がちょっと ビニールっぽい感じなので、汚れは、中は気にならないと思います。ただ端っこはね、ちょっとやっぱり、端っこって角は白くなって、ちょっと剥げてくる感じは多少あるかなっていう。はい。そうしましたら、こちらのポシェットですね。どれぐらい入るか入れてみたいと思います。さすがに長財布は難しいので、なんか入る人もいるんですけど、こう浮くらしいです。こんな感じで、この辺ぐらい。なので、ミニウォレット。で、カードケース。で、結構私これでスーパーに行くことが多いので、エコバッグ、でもハンカチティッシュも一応念のため入れて、アルコールジェル結構実はこれでも全然余裕、全然でもないけど余裕があるので、このアルコールシートとかも入れたりしても入ります。あと鍵とか入れて、こんな感じで、なんか船型トートってちょっとある程度物入れた方が逆に型崩れしなくて可愛いかなと思います。これは斜め掛けタイプなんですけど、店員さん曰く、あの紐を縛ってもらって、普通にショルダーとして持っても可愛いよって言ってました。まあ、シワがつきそうなのでやったことはないです。こんな感じですね。あとあの、これと、このタイプに関して、買った時に注意を受けたのが、注意というか、こういう、しまう時に必ず、洋服用とかでもいいので、ブラシで、ホコリを落としてから、しまってくださいねって言われました。なぜならそこから汚れが、シミになったり、まあ、カビとか、長期で使わない時とかは、カビとかの原因にもなるそうなので、それを引いてからちょっと、使用したら必ず、ブラッシングして、ホコリというか、こういうのって、ちょっと白いのとかすぐなんか目立ってくるので、こういう、取って、こんな感じで、1日か使ってしばらく使わない場合は干してからしまってます。とにかくしまうのもね、
ぺっちゃんこになるので、これもそこ折ってぺっちゃんこになるので、場所を取らなくて本当にいいです。軽さと場所取らない。あともう一個、最近ちょっとまた人気が出てきたマルシェバッグ、これちょっと友人からプレゼントでもらったんですけれども、すごい可愛いお気に入りのマルシェバッグ、プールとかに持って行きたい感じなんですけど、これは船型タイプじゃない方、私が欲しかった方なのですごい嬉しいんですけど、黒に中が青で、もう IKEA のあのバッグと同じように見えるんですけど、もう全然やっぱり値段もあれなので違います。しっかり強度が高いタイプ、しかもこれやったことないんですけど洗濯できるらしいです。なので本当にもうここが破れるまでガンガン使えるような感じなので、こういったものも旅行とかにもいいかなと思います。保管もスマートなので、こんな感じで今日はエルベ・シャプリエのバッグをご紹介させていただきました。もし少しでもご参考になったことがあれば、いいねボタンお願いいたします。でまた他にもエルベ・シャプリエとか、あとシャネルのバッグもご紹介していきたいなって思いますので、よろしければチャンネル登録もお願いします。